一番お腹が空いて普通の時間に食べられるのが唯一朝ごはんで、いろいろ作るのもあれだし、作りすぎちゃって全部食べきれなくてそれを片付けてっていうのが嫌じゃないですか。なんかその食べきれる感じの朝ごはんが最近ここ数年定着したって感じですね。玄米とか台湾の黒米とか雑穀とか、あの適当に混ぜたやつ。玄米は日本のやつです。黒米は前は韓国の使ってたんですけど、なんか台湾のやつもらったんで今台湾の黒米してます。煮るとか蒸すとか、せいろのせることもできるのでほぼ毎日使ってます。お店とかだとスープのベースを作ったりとか、ビーツとかじゃがいも入れたりとか、下ごしらえとかにも使ってますし、あと温め直し他にも使います。今の朝ごはんメニュー結構自分が整う気がして、なんか気に入ってるんです。簡単だし、あと献立考えなくていいから、卵の具とかはその時ある、例えばネギとかあのカニの缶詰とかそれ入れてみたりとか、あとほうれん草とかなんかちょっと余ったやつとか入れたりとかっていう感じで、お砂糖を入れない時とたくさん入れてちょっと甘くする時とかっていう感じ。みんなに可愛いって思います。ダイソーのオリジナルですごい即完売みたいな、このサイズすごい便利です。あとフリッタータとか作るのもこれそのままのサイズです。朝ごはんに結構小さいフライパン便利ですね。鮭はちょっと買いました。鮭好きなんで、北海道なんでソウルフード鮭、元気出したい時は鮭食べます。サーモンは醤油じゃなくてレモンかけて食べれます。私だけかもしれないけど、結構何にどんな料理入れてもいいんですよ。カラフルな器、元気が出るので。
こういう真空パックで茹でてあるのとか、あと普通生のビーツも一昔前だとなかなかなかったんですけど、今結構うちの近所のスーパーだと割とどこのスーパーもあるんです。茹で卵もうち全部天鍋でやってます。蒸気出てから、7、8分って感じ。本当は多分6分でいいと思うんですけど、なんか台湾も人によって違います。自分なりの使い方があって、取説はないんですよ、そういういろんな。私はそうやってます。これケフィア、ヨーグルトと違うんです。乳酸菌に酵母が混ざってるのなんですけど、ちょっとヨーグルトより酸味が甘いルドです。ちょっと高いスーパーにいたらあります、ケフィアヨーグルト。こう色があまり出ない時はアップルジュースとか入れると、酸味を入れると色がすごい綺麗になって、スープの色が綺麗になるんでしょう。パイ生地っぽい感じ。現地だとこう韓国のチヂミみたく揚げ焼きみたいな感じにするんですよ。モロッコ行った時にホテルの朝ごはんでおばさんが目の前で作ってくれるんですけど、すごい美味しくて、ホテルで食べた時はこれに蜂蜜、たっぷりの蜂蜜かけて食べるんですけど、塩味のもあるんですよ。野菜とかツナとかそういう具をくるくるって巻いて食べるのもあったりとか、いろんな食べ方が。モロッコ人とか何でも手でやるんですよ。例えばこうバターとかとか、モロッコスタイルですこれ。麺棒とか使わないで本当手で伸ばしちゃう感じなんですよ。でも油つけてるから全然手でも伸びるんですけどね。タムグルートっていう村とかで土で作るとなんかこういう緑色になるそうで、日本の器とかにもありそうな感じなんですけど、モロッコのなんですよね。